Team Leander。こんにちは、解説役とアシスタントの四国メタンです。こんにちは、初心者プレイヤーとアシスタントのメイメイひまりです。リアンダーを愛する指揮官の主です。今回はネオク空将エクストラステージ風と鋼と羽とをやっていきます。それでは編成です。今回は主力シナノ、白龍、ユニコーン、前衛はリアンダーです。今回は久しぶりのリアンダー短期クリアです。今回は事前情報として輸送用高速ドローンを使うとエクストラステージをクリアしやすいと聞きました。もちろんですが、当チャンネルは禁止装備になります。今回もクリアルールはオープニング動画の通りです。くれぐれも当チャンネルが設けたルールなので、他人にオートがダメとか限定キャラはダメと言わないでくださいね。いつものですね。クリア動画の意味合いが大きいため、この後はしばらく静かになります。それでは開始です。みんな、一緒に行きましょう。怪我には気をつけてある。天罰責任、熱戦。定めが見える。ユニコーン、頑張る。天罰責任、熱戦。定めが天罰的に見える。熱戦。天罰的に熱戦。ユニコーン、頑張る。定めがちょうどいい目合いです。天罰的に熱戦。ユニコーン、頑張る。ちょうどいい間合いです。天罰責任、熱戦。ユニコーン、頑張る。天罰責任、熱戦。ちょうどいい間合いです。ユニコーン、頑張る。天罰責任、熱戦。定めが見える。ユニコーン、頑張る。定めが見える。定めが見える。天罰責任、熱戦。ユニコーン、頑張る。定めが天罰責任、熱戦。天罰責任、熱戦。ユニコーン、頑張る。天罰責任、熱戦。ちょうどいい間合いです。ユニコーン、頑張る。三下どもがこの白龍に勝てるとでも思ったか。定めを変えられるか。刀を持たん時のわ、お兄ちゃんの前で。指揮官様のおかげで。いかがだったでしょうか。今回は4人で S 勝利クリアでした。主、日本版7周年動画見ましたよ。ひまりありがとう。そうだ、せっかくだからドローンありの短期クリア動画もどうぞ。メタン、これもお説教のおかげですね。そうだと思いたいです。それでは次回またお会いしましょう。またね。Thank you.
ここか。